すごい。はい、というわけでですね、今回はゲストを交えてうまいもんを食べていきたいと思います。怒るか怒られるか。本番いきます。よーい、1。一発がですね、こちらフリッパーのソフトクリーム。はい、というわけで今回のゲストをお呼びしました。どうぞ。こんにちは、トリワチャンネルのコジパンと申します。よろしくお願いします。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、監督もともとソロで YouTuber をやってまして、うん、YouTube 仲間欲しいなっていうことで募集かけたら、プロフィールに実写がやってますって書いて、映画撮りたいですっていうことで、というわけでその後不思議爆屋で監督を何本かやってやらせていただきました。最新作では女優もやってますね、はい、女優は引退しました。あら、はい、というわけでですね、雨がすごいですね。雨すごい、はい、では行ってきたいと思います。雨やめ。はい、というわけでですね、こちらに54枚のトランプがございます。先に1人3枚取って、バトルして、おごるかおごられるか。念入りに切っときます、はい、ばらけるように。ちょっと寒そうですけど大丈夫ですか。寒い、もっと切ってきます。よし、いいと思います、はい。いいまだ見ないです。大きいの濃い、こっちの、はい、これと、せーの、あーあー、なるほど、うん、すごい。はい、どうも皆さん、こんにちは、監督ラボの監督です。というわけでですね、今回、私監督が拾ってはいない、はい、出たカードがですね、なんとこちらです。弱いJ が11だから12か、12でもう最弱カードの A と2。やばいぞこれは、待って、やばいぞこれは。いや、今回なんですけども、一番高いやつの時にもう最弱の A を出して、一番ちょっと寒くて思考回路が回らないと、とりあえず高い金額のやつの時に12を出す。いや、ジョーカー持ってる確率どうなの。一戦だけ勝てればいい、もうあとはもう負け戦です。はい、というわけで頑張ってバレないよこれは。これはひどい、これはひどい、これはひどいですよ。勝てるかな。監督のリアクション的に、あー、なるほど、おそらく高くはないはずなんですよ。多分私が勝てるのは8しかないんです。4と5はいつ出しても多分負けるから、いつ出すかなんですけど、多分監督の性格的に堅実な戦いをしてくるタイプだと思うんですね。ギャンブラーじゃないと思うから、最初から高いのは出してこないと思うから、多分私が勝てるとしたら初戦しかないと踏んで、この8を出します。4、5はもう無理です。初戦勝負です。はい、では1戦目やっていきたいと思います。自信はありますか。あります。はい、では行きましょうか。じゃあ第一戦、結構これ重要ですよ、はい、行きます。3、2、1、はい、あー、はい、やったはい、ということでですね、ちょっと聞きたいのが、はい、ソリューアの、はい、結成の理由を教えてほしいです。結成の理由は、あやみちゃんに誘われたからです。なるほど、誘われなければそうですね、あやみちゃんっていうのが私の相方なんですけど、はい、女優さんとかダンサーをやってて、はい、で私は商業モデルをやってるので、お互いあの人前に立つことがある仕事っていうことで、はい、なんか一緒にできたらよくない、やろうよって言ってくれて、あ、やるっていう感じで結成しました、はい、なるほど。これ買っていきたいと思います。お願いします。ありがとうございます。買いましょう。ワンのアップです。うまい。あんこ嫌いな人はあんま頼まないと思うんですけど、あんこ嫌いな人でも食べれそうな気がする、この控えめな甘さとか。甘い
はい、残りのカードなんですが、最弱カードの A と強い12なんですよ。でですね、次が一番高い金額の12を出すしかないですね。いや、もしかしたらジョーカーを持ってる可能性もあるけども、まあほぼほぼないでしょう。というわけで次はもう 100% 勝てる12を使っておごってもらいたいと思います。第2戦なんですけど、私の残ったカードこちらです。いや、まさか初戦で2出してくるって思わなくて、ちょっと痛いですね。8の損失、もういかに監督をビビらせるか、これが私の勝負です。心理戦を仕掛けたいと思います。めちゃくちゃ強いカード持ってるっていうのをアピールして、めっちゃ弱いっていう、これでビビらせたいと思います。はい、というわけで第2戦目となります。ですね、監督、はい、一つお知らせしたいことがあります。どうぞ。私、とんでもないカードを持っております。はい、買えるなら今のうちです。うわ、ずるい。ちょっと待ってとんでもないカード、いや、持っております。でも、勝てる自信がある。ここある。いや、もうこれは買えない、買えない買えない、いいんですね。これでいきたいと思います。はい、あ、いいんですね。はい、はい、いきます。 OK です。3、2、1。はい、あ、ちょっと待って、勝ったの。ガスカードを間違えた。ちょっと、間違えたとかあるんですか。あー、マジか。え、勝った。はい、嬉しい。というわけで、今回も起こります。やったー。ソリューアって、ね、ソリューアはあの造語なんですけど、造語、ポルトガル語かなんかで太陽と月っていうのを組み合わせた言葉です。で、あやみちゃんが、私が太陽っぽくて自分は月っぽいからどうかいっていうので考えてくれました。なるほど。かぼちゃ大福を買っていきたいと思います。お願いします。地下鉄から歩ける距離にこんないっぱい食べ物屋さんがあってすごいいいですね。食べましょう。食べましょう。わあ、美味しそう。意外と硬い。寒いよ。風が。いただきます。うんうんうん、かぼちゃだ。あ、もちもち感がいい。うんうんうん、寒いと歯を動かすの大変ですね。確かに。噛めない、なかなか。これお茶が合う。冷めたお茶なら。うわ、かぼちゃ感が美味しい。かぼちゃ感が美味しい。他に何ありました。なんかいっぱいあった。うん、はい、というわけでですね、ラストです。寒さで感覚がなくですね、本当はこれをね出す予定だったんですけど、もう思考回路が停止してましたね。というわけで12のカード、これで負けたらもうダメっすね。いや、次は勝つでしょ。もうこれしかないからね、ラスト勝って怒ってもらおうと思います。さっき勝てると思ってなかったんで最弱のカードを残してしまいました。どうあがいても負けます。なんでやっぱり先ほどと同様、監督をいかにビビらせるか、これにつきます。ジョーカー出すぞ感めっちゃ出したいと思います。行ってきます。というわけで、はい、カードトランプバトルラスト、ラストですね、となります。まあ、さっき自分はミスったので、はい、勝つ自信めっちゃあります。はい、どうですか監督。はい、私さっきの試合でとんでもないカードを持ってると言いましたが、はい、なんか言いましたね。私が出したのは5でした。はい、ということはまさかもっと強いカードが私は最後に残したということですね。はい、じゃあいきますか。はい、3、2、1。はい、おし、やった、ラスト負けました。はい、何でしょう。実際に、まあ、映画の制作に携わって、はい、やる前とやった後の感想、はい、全く違います。イメージと実際やるの本当に違いました。例えばイメージの段階ってもう頭の中でこうしたいああしたいっていうのはあっても、それを実行に移そうと思った時に技術もないしやり方も知らないし、それを聞いてこんなやり方あるんだとか、あ、そっか、こんなに選択肢があるんだとか、頭で考えてるよりも何倍もやれることが多くて、で私はその深みにもうどっぷりハマってしまって、でそれを知ってからもう作るのめっちゃ楽しい
しいなって思うようになりました。最初に確か取ったのが果樹園し、はいはいはい、どのあたりからそれを痛感しだした。でも最初からですね。最初から、あのロケハンとかもしなかったじゃないですか最初。あでもあした方が絶対いいなとかも、この大きさで人物を撮りたいと思ったら背景こうなるなとかもイメージの段階では分かってなくて、撮ってみて初めてあこうなるんだとかはすごいありました。確かにそのできることがどんどん増えていくので、うん、その深みにはまるのは分かる楽しい。今後はどういった作品を？ゴリゴリのコメディ撮りたいです私は。ゴリのコメディ面白いの笑えるやつ撮りたいです。やっぱり明るい感じ。明るいのが好きですね。これはメッセージ性があればなおよし的な。うん、割なくてもいいです。ここはなくていい本当にじゃあ笑える本当もくだらないのが。なるほど。監督はどうですか？80本ぐらい撮って今やっぱり好きなのはこの動画企画でもあるゲーム的な要素はなんか好きかな、うんうんうん、面白いですよね。まあ、あと常に思ってることとか感じたことは出していきたいなっていう感じですかね、うん、いいですね。じゃあこれからも撮っていきましょう。はい、あの、はい、ちょっと過ぎましたごめんなさい。じゃあドーナツ買ってきます。はい、というわけですね、ラスト勝ちました。はい、こちらですね、商店街の中にあるお店ですね。スイートナッツドゥ。このドゥって何ですかね。ドゥ、ドゥの意味が気になりました。あーなんかここにいるとですねドーナツの香ばしい香りがしてきましたね。あー寒いです。10月末の撮影がきついですね。ありがとうございます。いきます。コーヒーも買ってきました。監督が買ってくれました。乾杯しましょう。今日はお疲れ様でした。寒いんだすごい。コーヒーが冷める速度半端ないですね。あんドーナツいただきます。クーポンのクレーン。ごめんなさい、そっかこれ2個買うべきだったんだ。なんか半分こするつもりでいたから1個しか買ってなかった。ごめんなさ い、まあまあまあ、いやそうだ。はい、それでクレーンドーナツいきたいと思います。もうサクサクだ。あこれはコーヒーだ。うん、こんな感じです。もう何もノーマルですね。すごいサクサクしてますよね。寒いが美味しいを上回るあんことホイップ入ってるけどそんなに重たくなく意外と食べた感じは軽いです。はい、というわけでですね、はい、あんこ巡り3選やってきました。また呼んでください。はい、ありがとうございました。はい、毎週土曜日の夜1時更新を目安に動画投稿してます。トリワチャンネルよろしくお願いします。はい、ぜひ見てください。概要欄に貼ってますのでよろしくお願いしま す。ではまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。あーちょっと待って、やべえなこれは。もうちょい上、選挙が左。あ、こっちからでも行けます。はい、あ、でもね、ちょっと待ってください。ソリューかなんか、ソルーかなんか。はい、OK です。よし。